こんにちは、笹マックです。先日開業したあの JR 田沢湖線の前形駅に向かってます。現在ここは国道46号線を走行中です。岩手県の新駅は25年前なので1998年の紫波中央駅以来の開業だそうです。なんか近隣住民の方が2000年から陳情書を出してやっと開業したみたいですね。これ映ってるかな、左側にイオンモールがあるんですけど、イオンモールは2003年に開業オープンしたのでますます便利になるのではないでしょうか。イオンモール満車ですね。今日は暖かいし外出日和なのかな。次の交差点左折ですね。看板出てますね、前形駅。これも映ってるか分かんないんですけど、前方の山が黄砂なのか花粉なのか曇って見えますね。これすごいな。ここ左折ですね。西バイパス北口交差点を左折します。イエローハット、そろそろタイヤ交換もしなきゃな。盛岡駅からここの前形駅までは電車で4分だったかな。で190円で来れるそうです。ここのイオンモールにもバス停があって、盛岡駅からだと260円ですね。なので時間が合えば4分で来れますし、運賃も安いのですごい便利になったかと思います。高速OKだね。目の前に見えてる建物が前形駅です。でも駐車場はないみたいなのでどうしようかな。右に行こうか。左側に田沢湖線の線路あるんですけど、時間が合えば秋田新幹線小町がここから見えます。車両進入禁止。ここも混んでる。朝とかすごい渋滞すると思うんで、電車使える方は通勤とか通学すごい時間短縮になってすごい便利そうですね。これは1回で行けるのかな。ここも左折し
しようかな。ここでね、こう秋田新幹線小町来れば来ましたよって言えるんですけど、さすがにそこに行くのはいかないか。ここは直進します。住所は長橋町というところに入りました。どうしようかな、ここを曲がろうかな。盛岡市の迷路と呼ばれているらしい中堤町というところに来ました。これは2台分行けるのか。ここを左折します。確かにカーナビないと厳しいかもしれないですね、この辺は。ここも狭いな。住所は西青山です。
から岩手山が見える。だいぶでも花粉か黄砂かわかんないですけど、だいぶ曇ってる、ガスってる。お、ここ2台行けんのかな。広い道にあったと思ったら全然これどうやって撮るんだろう。いい来ちゃったよ。すみません。いや、あそこの道レベル高いな。岡というところに出ます。ここだいぶ前までなんか大きいツリーがあった気がしたんですけど、大英シティ青山とかっていう大英があったような、なかったような。左側に大きい公園があるね。左側には、盛岡北郵便局が見えてきました。
このまま直進します。この辺に川、あ、これかな、用水路じゃない、川だよね、川だ。この川を境に、御岳、住所が御岳っていうところになるみたいです。ここ右折しようかな。